かってんのよね。まあここから逆算するよ。あ、じゃあ写真撮ったところから見ればいいのか。ちょっと待ってね、着いたら教えます。すげえこれ。まああともうちょいだよ。ホテルだけになってるもん。鳳凰って文字が見えない。1時間半オーバーしちゃった。やばいかな。いや大丈夫ですよ。さすがに翌日はやばいと思うけど。何時ぐらいまでが許容範囲なんだろう。いや大丈夫じゃない。0時過ぎるぐらいまで。いや0時過ぎたらまずい。さすがにちょっとそれモラル的にどうかと思うけど。まあ8時だな。うん、その周りの家にも迷惑かからない時間帯って考えると。土曜日はどうしよっか。あれいつだったっけ、あなたのお父さん。ほら今月末来てなかった。だけどもう来てない。ない。あ、来週は大丈夫。あれ、なんかあるのかな。これはないよ。これは何もない。ね、もうちょいだよ。案外やっちゃうんじゃない。アホみたいに飛ばすやつ多いから怖いな。アホみたいに飛ばす人多いじゃん。ここにさあ帰ろう。それはわかる。ここだけライトつけよう。